粉菌って体にいいんですか悪いんですか？全く意味がないですね。まあ、1日1回射精するのがいいって言われてますので、オナニー禁止は良くないです。ただしね、オナニーしすぎると、体疲れるので、集中力が低下しますよね。なんで、まあもうほどほどにしてください、若い子は。まあ20代以降の方は、しないこともありますけど、やっぱり1日1回は射精を目指して、まあ、実際に女性とか他者との性行為で射精できない場合は、オナニーを代わりにしてください。なんで、オナニー禁止っていうのは絶対良くないので、やりましょう。